藤谷次郎です、えー「今を生きる短歌塾」えー、2022年の1月下旬、えー、全体通して7回目になりますが、えー、雑誌の読者投稿欄から私が好きなものをピックアップするという,うものなんですが短歌研究短歌研究者から発行されております「短歌研究」という、えー、雑誌の年2022年1月号の読者投稿欄。 2回目になります私のあこれいいなと思ったものをご紹介しますテーマは立ち止まる立ちち止止ままるるというテーマですこれなかなか面白いのが今回いくつかありましたんでご紹介したいと思いますいきます「立ち止まる1種目キャリーケース引き手入りゆく病院のエントランスに息整える」 キャリーケース引き手入りゆく病院のエントランスに息整える193ページの下の段に出てきます青森県の大串さんという方の短歌だそうです、えー、青森県の大串さんキャリーケース引き手入りゆく病院のエントランスに息整える、えー、これからいろんなドラマが始まることが想像されましてそのドラマが かなりいろんな方向に想像される。それって結局、まあドラマチックな場面ではあるんだけれども、言い過ぎていない。もう本当にキャリーケースを持ってということは長い間入院なさるのか。まあ入り口ですからね、えー、入りゆくですから、これから入院でもなさるのか、それ、そのご病気がどんな感じなのか。 いろいろ想像させて言いすぎずに読むものの想像力を喚起するという意味では素晴らしい短歌だなと思いました。次いきます。この秋の野菜の苗をどうしよう。植えても一人植えなくても一人。この秋の野菜の苗をどうしよう。植えても一人植えなくても一人。山梨県の高橋さんという方の短歌です。194ページの下段に出てきます。 えー「植えても一人植えなくても一人」というふうに、えー、読みこのリズミカルに読むところがこの短歌の、えー、肝というか一番の肝心な部分だと思うんですがこの野菜をどうしようこの苗植えたもんだか植えないもんだかと悩んでるちょっと考えて立ち止まってる作者の姿が目に浮かぶようですね。えとってもこれも言い過ぎてなくて素敵な短歌だと思いました。次いきます 乗る人のいないバス停最終の帝国国刻み駅へと走るこれもあのあこれは東京の池崎さんという方の短歌だそうです195ページこれもとってもいい、えー、短歌だなと思いました、えー、バス停で、えー、バスを見送るんですがこの方はおそらくおそらくというか誰も乗ってないというんで えーまあ、そのバス停を横から見てるという立場の方なんでしょうね。えー、このバスが立儀に、えー、最終の帝国のま、帝国できちっと走り去るあ。なんか都会のバスの行方っていうのを感じるような、これもドラマチックな一種だなと思いました。ここで立ち止まって見ている作者の姿が目に浮かぶようだと思いました。えー、次いきます。 こもごもの連帯のごとさておいて金木製のかにひたりけりこもごもの連帯のごとさておいて金木製のかにひたりけり茨城県の谷垣さんという方百九十九ページの真ん中の段に出てきます、えー、こちらの方はこ、うん、もごもの連帯というのはなんだかよくわかりませんが何のことがちょっと政治的な匂いがするのかあまりそういう意味では私としては好まないんですが その金木星の下に浸り蹴りというところだけで終わらせたところがまあ,あ正直理屈に流れすぎずにまとまったかなという気はしますはい、えー、次いきます髪を切るタイミング割と難しく失恋などの言い訳もなく髪を切るタイミング割と難しく失恋などの言い訳もなく兵庫県の ひじりさん、ひらがなでひじりさんと書かれていると思うんですが、204ページの真ん中の段に出てきます。これも、えー、ちょっと髪を切ろうかなと思って立ち止まっている主人公の姿が目に浮かぶようだなと思いました。えー、立ち止まってふっと何かを考える。そこで止まっているから、これが短歌の面白いところだと思いますが、理屈に走りすぎずに終わることができている。そういう意味では、とても面白い歌が その視点から見るとあるなと思いました。単価研究の1月号からです。それでは失礼します。